はい、どうもこんにちは。今回ですけども、箱根駅伝全21チームのキーマン注目選手まとめということで、関東学生連合チームを含めた21チームですね、注目選手、キーマン話していこうというところで、まあ、全員話してしまうとですね、時間が長くなってしまうので、今回はですね、まあ、1チーム数人に絞って、まあ、申し訳ないんですけども、絞って話していこうということで、まず予選会はですね、10位通過の国士舘大学ということで、1人目はピーター・カマウ選手ですかね。先日のですね、まあ、予選会もさることながら、世田谷ハーフマラソンですね。まあ暑い中行われて、かつアップダウンもきついコースですけれども、62分43というところで、非常にね、いいタイム。ね、前年度優勝している青学の田中優斗選手に勝っての、まあこのタイム順位ということなので楽しみかなというところですね。で、かつ、綱島選手もですね、面白いかなっていうところで、箱根駅伝では昨年度9区、袋のエース区間9区で6位、国士舘記録を更新しているというところですし、その前は10区走ってるということで、まあ練習もね、非常に積んでいるというか、箱根駅伝春夏秋冬の密着番組でもですね、かなりいい練習が積めているという形でね、チーム内でもね、ほんと驚きの声が上がっていましたので、楽しみかなというところで、まあ、綱島選手が2区に来る可能性も十分あるのかなっていうところですかね。そしてもう一人ですね、望月選手ということで、以前も話したんですけれども、まあ、高校時代ですね、静岡の高校時代は中距離の選手でしたね。で、5000メートルの自己記録を1分以上ね、大学に入って更新してきて、まあ、去年は箱根駅伝アンカーを任せられるまでになりましたというところで、今季はね、少し予選会ではね、走りが振るわなかったかもしれませんけれども、ラストイヤーですね、静岡勢として頑張ってほしいなというところですね。で、1年生もね、洛南出身の川勝選手だったりとか、瀬川選手もね、29分半出してきてますので、楽しみかなというところです。で、ハッシュタグね、ビッグドリームのね、福井選手もいると。いうところです。では、続いて東海大学を見ていこうと思うんですが、東海に関してはですね、まあちょっとね、主力選手が漏れてしまいましたけれども、エース石原翔太郎選手をはじめ、注目ルーキーの花岡選手も去ることながら、まず個人的にはですね、4年生2人、佐藤選手ですね、全日本大学駅伝では5区8位ということで、まあ、大学駅伝はね、そこまでね、出てなかったですし、目立っていなかった選手でしたけれども、今回ね、5区で8位、1桁順位で走ってきてます。予選会でもですね、81位、64分29ということなので、予選会と全日本ですね、連戦でしっかりね、結果を出してきているというところ、28分台、63分台を持ってますので、まあ、この選手ね、まあ、おそらく走ってくるかなと思いますし、あとは竹村選手ですね、まあ、この選手は結構大事になってくるかなと、石原選手、花岡選手、松崎選手もそうですけれども、この4年生ですね、全日本ではアンカーで8区9位ですし、箱根駅伝では9区でですね、8位、東海大学記録、タイ記録で走ってます。その前も10区走ってるんで、やっぱ長い距離行ける選手なんですよね。で、この選手がしっかり仕事をしてくると、東海もですね、面白くなってくるのかなっていうところ。そしてもう一人は川上選手ですね、に関しては、まあ、6区の経験者ですね。58分台を持っているね、経験者なので、まあ、ぜひね、加速させるというか、特殊区間で稼いでいきたいなというところですかね。では、続いてですね、専修大学を見ていこうと思います。まあ、箱根駅伝予選会はですね、8位というところで、まあ、まずやっぱ、キサイサ選手ですね。今季28分11秒までね、自己記録を伸ばしてきました。去年はですね、まあ、箱根駅伝3区20位というところで、まあ、留学生の選手なんで、結果出して当たり前とか、早くて当たり前って見られがちなんですけれども、まあ、そうではないと、しっかり着実にね、1年2年と力つけてきているというところなので、ぜひね、走り期待したいなと。まあ、おそらく前半区間にね、1から3区に出てくるんじゃないかっていうところですかね。そして、まあ、箱根駅伝春夏秋冬でもね、取り上げられてましたけども、木村選手ですね。長野県出身ということで、佐久長聖高校ですね。箱根駅伝の1区4位ということで、去年は素晴らしいね、スタートを見せてくれましたね。で、今年もですね、箱根駅伝予選会は日本人トップというところで、いろんなね、レースパターンを想定する、まあ、春夏秋冬の密着番組見てて、すごいなというか、すごいこう考えていらっしゃるなっていうところが伝わってきて、めちゃくちゃね、面白い選手かなと個人的には思うので、まあ、今年ね、また1区行く可能性高いなと。で、高瀬選手はですね、去年はですね、2区20位ということで、少しね、気持ちで負けてしまった分もあったというところですが、今年はね、全日本のね、大学駅伝では学連選抜で2区にね、エースが集う2区に登場して10位というところなので、しっかり32分台で走ってきてますから、今年はね、エース、ね、田中学のエースに負けないように、メンタルで負けないようにね、頑張ってほしいなと。で、この3人のね、選手はおそらく1から3区に並べてきて、流れを作ったりしつつ、まあ、ルーキーのね、荒井選手もね、29分22まで伸びてきてますし、まあ、これ駅の経験者の中山選手だったりとか、水谷選手もいるというところで、まあ、なんとか前半に流れを乗っていって、まあ、去年の経験を生かし、少しでも上の順位というところですかね。で、続いては山梨学院大学は見ていこうと思うんですが、まあ、注目選手で言うと、まあ、ムットゥク選手、ムーラー選手の留学生、まずどっちが出るかというところですが、まあ、ムーラー選手に関してはですね、まあ、ゲオ
ハーフマラソンでは独走でね、61分17秒ということでトップでしたし、ムトゥク選手は逆に箱根駅伝予選会では4位というところですし、まあ箱根駅伝、ハーフマラソンでも61分台を持っているという形なので、まあどっちが来ても強そうですかね。まあでも今日4年生のムルア選手に出てきてほしいなっていうところですかね。で、まあ日本選手でいうと結構経験者も多いんですよね。木山選手や伊藤選手、石部選手、吉田選手ということで、経験者かなりね、多いところではあるんですが、やっぱ注目は経験というか、そこはないんですが、北村選手ですかね。箱根駅伝予選会ではですね、18位、63分07というところで、非常にね、いい結果出してきていて、伸び盛りの選手で、本当にね、こう、研究熱心な選手のようで、しっかりね、こう、練習メニューとかも追求したりとか、フォームの研究もしたりというところの選手らしいので、まあ、箱根駅伝ですね、おそらく今年はね、走ってくると、まあ、28分台も出してきましたし、自己記録ね、大きく伸ばしてきているので、要注目の選手かなというところですかね。まあ、経験者を軸に伸びてきた選手ですね、楽しみにしたいなというところです。で、63分台出してる、上尾で63分台の村上選手、高木選手もいるということなので、こういったね、まあ、経験者プラス出てきた選手のミックスが楽しみかなというところです。で、続いてですね、立教大学ですね、55年ぶり出場の立教大学をね、見ていこうと思うんですが、まあ、立教に関してはね、予選会の走りだったりとか、まあ、合宿も沖縄でやったり、ね、直前の合宿も沖縄でやったりしてて、まあ、相変わらずね、上野雄一郎監督がですね、引っ張ったりとかっていうところですし、まあ、なんなら上野雄一郎監督はですね、長野県の都道府県駅伝代表に選ばれているというところで、監督がですね、都道府県駅伝に選手として選ばれるというところで、高見沢監督、長野県チームの高見沢監督と年齢は4つぐらいしか違わないんで、まあ、非常にすごい事態ですよね。で、まあ、注目選手で言うと、まあ、関口選手はですね、立教記録1万メートルを更新した選手もそうですけれども、やっぱりですね、ルーキーの国安選手が楽しみですよね。まあ、練習からもね、非常に余裕を持って、ポイント練習高い、質の高い練習をこなしていましたし、まあ、上野監督からもですね、もうお前が頑張んないと、上がんないぞと、チームが上がっていかないぞっていう声かけもあったので、まあ、楽しみな選手、1年生にして恐ろしい選手かなと、箱根駅伝でもチームトップ、日本人1年生トップというところですし、他にもね、馬場選手もね、もう高校時代からすでに29一桁をね、出している選手でしたし、永井選手はね、ロードが強いということで、1年生3人ですね、まあ、注目していきたいなと。で、もう一人ですね、やっぱり、もう二人ですね、服部海心選手ですかね、予選会では、66分2というところで、ちょっとね、上野監督もどっちに転ぶか心配ということでしたけども、やっぱりね、高校時代から実績のある選手で、大学入ってからは、1500で日本選手権のね、決勝に残って9位というところではあるんですけども、なかなか駅伝とかロードではね、見る機会というか、いい走りを見る機会というのはないので、ぜひ期待したいなというところですし、もう一人はですね、内田選手ですね、が3000メートル障害日本選手権入賞している選手というところで、3勝ね、7位に入ってますね、8位ですね、8位に入ってますね、というところで、まあ、立教記録も更新してきてスピードある選手ですけれども、まあ、今回箱根駅伝予選会で65分42という山登りか山下りの可能性があるのかなと、当初金城選手ですね、山登り予定されてというか、新聞の記事で出てたんですけども、エントリーしてきてないので、もしかしたら登りか下り。まあ、服部海心選手もそういうところがあるのかなっていうところで、特殊区間の走りはね、誰が行くのか含めて楽しみかなっていうふうに思いますね。では、日本体育大学を見ていこうと思うんですが、日体大に関してはですね、やっぱエース藤本珠樹選手がもちろんね、注目ではあるんですよね。まあ、今季はね、怪我して箱根駅伝予選会は出れなかったんですけども、その後ですね、5000、1000とですね、13分台、そして1000は28分19まで帰ってきましたので、楽しみになってきますし、まあ、ルーキーですよね、山崎選手ですね、新潟の選手ですけれども、28分38秒33ということで、1年生でしてね、非常にいいタイムをね、出してきています。予選会はですね、まあ、藤本選手いないプレッシャーのかかる中、64分0でね、1年生で走ってきている選手なので、まあ、経験者も非常に多いというところですし、まあ、以前も話した通りですね、広沢選手ですね、中距離を取り組んでた選手が28分台まで入ってきてということで、まあ、本当にね、いろんな個性豊かなメンバーというか、面白いバックグラウンドの選手も多いので、まあ、あとはね、もう山崎選手プラス南村選手がね、去年は箱根駅伝出れなかったというところではあるので、ぜひ今年はですね、予選会も出てますし、まあ、藤本選手と一緒にね、引っ張っていく存在ですので、楽しみにしたいなと。静岡出身の漆畑選手もですね、箱根駅伝は去年も経験してますので、ぜひね、どこかの区間でいい走りを期待したいな、というところですね。はい。としたら、早稲田大学ですね。早稲田に関してはね、以前戦力分析動画でお話ししたので、今回詳細割愛しますけども、やっぱり勝負厚選手ですね。まあ、この選手、もうこの選手に帰ってきてほしい。まあ、本当に高校時代からね、まあ、勝負強さというか、ロードも含めてトラックも含めて、ピカイチなので、まあ、復活してくることがまず鍵になってきますし、あとはですね、小田選手もね、全日本でね、出てきている
ちょっとね、体調というか、なんか、途中で止まりかけてしまったりとかもあったんですけども、おそらくね、練習順調に詰めているということなので、楽しみかなというところです。ではですね、他にちょっとね、城西大学を見ていこうと思うんですが、城西大学に関してはですね、ちょっと去年はね、箱根駅伝出れなかったんですが、まあ、新しく留学生も加わったりとか、強力なルーキーですね、激坂王ではですね、まあ、本当にね、余裕の走りというか、まあ、自分でもびっくりという走りで、1位獲得。山の神、神の大地選手からもね、非常に楽しみと言われておりまして、で、激坂王2位のね、先輩の山本優斗選手も楽しみということで、山本選手はね、5区を経験して6位というところなんで、どっちが5区行くかですよね。まあ、個人的には、やっぱり山本選手の方がハーフマラソンの距離とか経験したりとか、まあ、箱根も経験してるんで、この選手が2区に行く。そして、斉藤選手5区の方がいいのかなと思ってるんですけども、斉藤選手自身がですね、まあ、多大のエースと勝負したいという位置もあるみたいなので、もしかしたら1年生2区というパターンもね、あるのかなというところですかね。どちらにしろね、登りが強くて、1万メートルも楽しみな選手なので、全体的にはね、まあ、期待できるんじゃないかなと思っておりますね。で、このね、2人がまずだいぶね、大事になってくるかなと。で、プラス、あとはですね、まあ、箱根駅伝予選会や、アゲオハーフで走ってきてるメンバーもいますけども、林選手もですね、ハーフマラソンで63分台に入ってきて、長い距離にもね、適応してきて楽しみな選手かなと。で、あとは、まあ、山本選手ね、だったりとか、まあ、鈴木健心選手ですね、もうアゲオハーフ走ってきてますし、で、鈴木健心選手に関しては、あれですね、全国高校駅伝ではね、花の1区10キロで6位に入ってきている29分09ということなので、まあ、この選手もですね、まあ、ルーキーにしてね、まあ、宮古市1区6位ですからね、まあ、楽しみになってくるというところで、城西もね、不気味な存在としてね、結構注目が集まるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。では、続いてね、明治大学見ていこうと思います。が、明治もですね、以前区間予想、戦力分析動画ね、上がってますので、概要欄からね、チェックしていただければということなので、今回はね、割愛させていただきますというところで、まあ、個人的にはやっぱね、加藤大成選手ですね、本当に2区への思い、熱い思いというのがね、いろんな記事でも、まあ、ご本人の言葉でも伝わってくるんで、まあ、とにかくね、絶好調、あの箱根駅伝予選会、去年のね、あの時のように仕上がってくれてれば、明治もね、かなり楽しみになってくるというか、シードも固くなってくると思うので、もう加藤大成選手、この選手の調子がまず大事かなと思ってます。ではですね、大東文化ですね、予選会トップというところで、真名子監督に代わってからですね、もう1年以内、1年未満ですよね、全日本大学でも出場を、そして箱根駅伝予選会もトップ通過というところですし、まあ、このね、まあ、区間配置に関してはなかなかね、読めない、真名子監督自身が初めてなんで読めないんですけども、ワンジル選手ね、袋に来る可能性もあるというところで、まあ、なんかやっぱいろいろ面白い配置組んでくるんじゃないかなと、まあ、熱血のイメージありますけども、しっかりね、データとかを取って、理論派でもあるですね、監督ですので、まあ、これはね、見物かな、とても面白い方だと思うので、まあ、注目かなと。まあ、あとは、まあ、やっぱ28周年がやっぱずらっと出てきてるっていうところが強いですよね。本当に、真名子監督に代わって、まあ、夏に28分台を狙って、秋にさらにっていうね、そういったプランでやってきて、まあ、5000ではね、最初スピードで、ね、4月の春のうちはスピードでっていうところで、非常にね、トラックの部分うまくいってて、それがね、まあ、全日本の予選会、そして箱根駅伝予選会にも繋がっていってるのかなというところですかね。で、大野選手がですね、箱根駅伝の8区を経験していたりとか、まあ、かつね、全日本大学駅伝もね、経験者が出てきているということなので、まあ、ぜひね、まあ、シードはなかなか、ね、難しいかもね、知れないんですけどもね、上が強いですし、まあ、チャレンジね、してほしいなというところですかね。あとはそうですね、まあ、入浜選手1年生ながら、箱根駅伝予選会では63分53でハーフマラソン走ってますし、まあ、久保田選手もですね、まあ、去年からね、主力選手として28分台を持っている選手というところです。まあ、非常にね、まあ、粘り強さのある走りというところがね、大東文化今年はね、真名子監督に鍛えられてね、仕上がってきていると思いますので、注目していただきたいなというところですかね。本当にね、タイムをね、見違えるようにというか、かなりね、楽しくなってきているというところですかね。はい。佐竹選手もですね、3000メートル障害がね、中心の選手で、まあ、関東インカレとかね、では3000メートル障害優勝している、日本選手権でも9番に入っている選手なので、非常に楽しみというかね、まあ、特殊区間に出てくる可能性もあるのかなってところですかね。下り、上り、ワンチャンあるかなというところですかね。で、国学院ですね、まあ、ここからね、シード校になってくるので、まあ、詳しいね、戦力分析動画に関してはね、概要欄に上がってはいるんで、まあ、割愛気味で行くんですが、まあ、島崎選手がね、6区に出てくるかどうか、まあ、おそらくね、出てくるとは思うんですけども、まあ、1年ね、留年というか、して残ってる選手なので、ぜひ最後はね、充実した、箱根にしてほしいなと思いますよね。
で、あとはやっぱルーキーですね。まあ、青木選手はもう言わずもがなだと思うんですけども、川和選手だったりとか、まあ、上原選手、高山選手ということで、まだ全然日本とか、右で走ってきてないメンバーがいかに食い込んでくるか、まあ、食い込まないにしてもアピールして上級生を刺激していけるかというところが課題になってくるかなというところで、非常に層が厚くなってきてるんで、まあ、下から盛り上げていってほしいなと。で、あとは、まあ、浜松工業出身の川崎選手もですね、まあ、上尾ハーフマラソンで63分06というところで、まあ、層は厚くてね、1年生も強いんで難しいかもしれないんですけど、ぜひね、8区あたり走ってほしいなっていうところですかね、静岡ね、の区間と。で、佐藤海成選手もですね、本当に全日、宮古市ですね、全国高校駅伝の3区では歴代上位に入ってくるタイムをね、高校2年生して出してる選手で復活してきてる選手ですので、ぜひぜひですね、走りをね、期待したいなというところですかね。で、法政大学ですね、に関してはね、ちょっとね、まだ、動画出せてなかったので、しっかり扱っていこうと思うんですが、まあ、内田選手ですかね、エースの選手が、まあ、2区にね、出てくることが濃厚という形ではあるんですけれども、去年は1区走っているというところですし、まあ、3区11位の小泉選手だったりとか、7区8位の中園選手、で、6区2位の武田選手ですね、58分台。で、アンカー11位の法政記録を出した川上選手だったり、まあ、細迫選手ですね、ちょっと若干アクシデント気味でしたけど、5区16位ということで、まあ、経験者がね、きちっとね、入ってきていると、まあ、主要区間走った内田選手、小泉選手もいますし、6区でですね、計算の立つ武田選手、58分台、57分台狙っていける選手もいるというところで、それに加えて、まあ、今季ですね、ブレイクしてきた松永選手ですね、まあ、ハーフマラソンも62分3で走ってきてますし、で、松本選手ですね、その前の箱根駅伝ですね、一昨年の箱根駅伝で3区12位というところで走ってきている選手、28分台持ってます。で、直近のですね、世田谷上尾で結果出してきている、まあ、宗像選手ね、世田谷ハーフマラソン。世田谷に関してはね、結構さっきも言ったんですけど、暑かったりとか、アップダウンがあったので、64分27というのは結構いいのかなと。で、あとは、高須賀選手だったりとか、山本選手、64分台出してきているんで、本当に楽しみですし、上尾でですね、まあ、記録出やすかったですけど、62分台の2年生の宮岡選手だったりとか、まあ、ルーキー、世田谷ハーフで64分42の清水選手だったり、まあ、かなりね、ハーフマラソンではね、結構ね、もう安定してね、いい結果出してきているというところですので、まあ、経験者で伸び盛りの松永選手、そして、ハーフマラソンのこの厚さというか、まあ、下馬評がちょっとね、低めなんですよね。まあ、箱根駅伝のね、やっぱり、順位とした去年10位、ちょうどギリギリシード圏ですし、まあ、全日本出れてなかったりとか、まあ、こう、なんて言うんですかね、目立ったというか、主要大会でとか日本選手権とか全日本インカレとかそういったところで目立ってないんで、なかなかね、ちょっと全体的に下馬評低い感じはするんですけど、個人的にはね、本当に5番あたりとか狙っていける。まあ5番もね、かなり層が厚くてね、創価とか順天堂とかいるんで、簡単ではないんですけども、まあ5番狙いからのやっぱ7、8番とかはね、全然ね、可能性高いのかなと思ってるんで、まあ何かアクシデントがない限りとかはね、本当に行くんじゃないかなと思ってます。で、あと、大木選手もですね、まあ、出雲駅伝のところではですね、走ってきていて、出雲駅伝では4区4位というところで、法政記録ですね、感じ違いますけども、法政記録で走ってきているので、まあ、こういった選手もですね、いるんで、まあ、本当にね、層が厚くて安定感のある選手が多いと思いますので、楽しみかなというふうに思っております。で、東洋もですね、話してきたので、割愛気味に行くんですけども、まあ、2区が誰かっていうところですかね、石田康介選手なのか、はたまた梅崎選手なのか、他の選手なのかっていうところですかね。まあ、袋に関しては結構自信を持っている感じですね。まあ、柏選手とか中心に多分組んでくると思うので、2区どうしのぐかですよね。1区2区。まあ、1区は小玉選手いると思うので大丈夫なんですけど、2区どうしのぐかというところが一つね、注目ポイントかなと。ルーキーの出走あるか。今年はあんまりルーキーね、駅伝出てきてないので、珍しいかなと思うんですけども、どうなるかというところですかね。東京国際ですね。東京国際に関してはですね、まあ、ちょっとね、まあ、以前の順位予想動画でも話したんですが、まあ、ヴィンセント選手、山谷選手がちょっとね、心配と。いうとこですかね。全日本もね、出雲も出てきてないというところですし、まあ、ルカム・サイミ選手がね、まあ、5区に行ってみたいというところ、北海道マラソントップの選手なので、楽しみではあるんで、もしかしたら、ヴィンセント選手がね、なんか怪我でまた出れないってことがあったら、ワンチャン5区来る可能性もね、まあ、以前はキトニー選手がね、爆走してというところでしたけども、そういったね、留学生選手5区という展開もあるのかなと思うんですが、まあ、理想ケースはやっぱヴィンセント選手が出ることが、まあ、今後までの実績、箱根駅伝の実績的にも一番いいのかなっていうところですし、あとは、白井選手ですね。まあ、今季、まあ、
山谷選手がいない中、しっかりね、出雲や全日本でね、きちっと結果を出してきてるというか、まあ、なかなかちょっとね、主要区間でっていうところはあったので、全日本ではね、3区11位ということでしたけれども、まあ、出雲駅伝に関してはね、2区で8位というところで、まあ、しっかり耐えてくる走りをしてきましたし、まあ、2年生というところなので、これからの選手ですけれども、ぜひね、次を踏まえてというか、短所選手が抜けたと引っ張っていく存在としては、箱根駅伝ではね、さらなる結果をね、出してほしいなというところですかね。で、富永選手もね、今季は13分台に入ってきたりとか、まあ、箱根駅伝の7区経験しているね、経験者ですので、この選手もね、ぜひぜひ往路に来てほしいなというところですかね。はい。まあ、福野に関しては去年経験者がずらっとね、揃っていて、村松選手や村方選手がいたりとか、まあ、林選手もいるんで、まあ、とにかくね、やっぱ山谷選手、ヴィンセント選手がね、きちっとね、帰ってこれれば、順予想動画というか、シード校予想動画でも話したんですけども、全然ね、シード圏片位置まで来れる可能性もあるので、ちょっとここはね、怖いところではあるんですけれども、うまくね、プラスの方向に転じれば楽しみかなというところですかね。はい。では、帝京大学ですね。帝京に関してはですね、ちょっと経験者がなかなかというところですけれども、まあ、10区を経験した西脇選手や、6区経験した北野選手、小野選手1区経験8位ということなんで、まあ、小野選手がね、今年もスターターなのかなっていうところではありますし、ちょっとね、実績が他の選手、他の大学に比べるとね、なかなか全体像として見えてきづらいんですけれども、まあ、上尾ハーフですね。走った山田選手だったりとか、福田選手、尾崎選手ということで、まあ、63分台でね、かなりのメンバーが走ってきていますし、まあね、ハーフマラソンの距離、特に箱根駅伝にね、しっかりね、合わせてくる、まあ、熟成の提供ということで、まあ、トラックの実績とかがなくても、ハーフマラソンのね、箱根でね、きっちり花開くという選手も多いので、ちょっと注目をしていきたいなっていうところですかね。まあ、個人的には上級生ですかね、やっぱ4年生、まあ、特に今北野選手ね、62分で持ってますけれども、ちょっとね、心配な部分もありますが、ぜひね、箱根駅伝ではね、快走してほしいと思いますし、あとはですね、荒井選手ですね、が、1年生の頃にですね、63分30を出してきて、以降ですね、なかなか自己ベストは更新できずというところの状況東京でしたけれども、まあ、アゲオハーフでは63分34と走ってきてるんで、まあ、この荒井選手がですね、どこまで仕事ができるかというか、まあ、本当にね、長い距離のところ、まあ、例えば、復路の重要区間に行くとか、往路のね、重要区間に行くとかっていうところができてくると面白くなってくるのかなと思いますね。で、ルーキーで言うとやっぱ芝子選手ですよね。大分東明高校出身の選手で、まあ、高校時代ですね、まあ、全国高校駅伝で花の1区15位というところでね、結果出してますし、まあ、1年生のね、夏のうちからハーフマラソン出走してるんですよね。65分34というところなので、まあ、そこら辺踏まえた時に、やっぱりね、1年生で出走は硬いのかなっていうところですかね。まあ、29分00ということでね、チーム内でも1万メートルは上位というふうになっておりますね。はい。では、中央大学ですね。中央大学もね、以前話してきたので、割愛気味で行くんですけども、まあ、大和選手、俊介選手、この2人がどこに配置されるかっていうところで、まあ、大和選手どうですかね、箱根駅伝のね、エントリーが12月29日ですけども、補欠に回るのか、もう隠さずに来るのかっていうところがね、まあ、注目かなと思いますよね。で、創価大学ですね、に関してもですね、まあ、オール優勝のね、一つのオール優勝候補校になってくるかなというところではあるんですけども、どうですかね。なんか、最初は4年生ですね、笠井選手、島津選手、そしてムルワ選手を2、3、4のところに並べる。まあ、2がムルワ選手、3が笠井選手、4が島津選手、で、1区は横山選手ってことで4年生をザラッと並べていくっていう感じかなと思ったんですが、まあ、雑誌を見ていると、まあ、それだったら、4年生ずらっと並べるんだったら、監督はいりませんかなみたいな話してたんで、まあ、島津選手、袋行くんじゃないんですかねっていうところはちょっと思ってますよね。なんで、4区には、4区にはもしかしたら他の選手、例えば石丸選手ですね、1年生が行く可能性もあるのかなっていうところですし、まあ、他にもね、ハーフマラソンが強い選手もね、小方選手だったりとか、吉田選手もいますし、経験者ですしっていうところなんで、まあ、こういった面々が行く可能性もあるのかなっていうところで、まあ、袋もね、しっかり充実させながらの、まあ、オーラではね、ムラー選手がね、軸になって、上位狙ってくるということで、全体をね、見てくるんじゃないかなと。まあ、オーロってね、かなりね、オーロのね、ところが今回は盛り上がってますけども、それをね、うまーくこうね、ちょっと若干回避しつつ、袋でね、まあ、島津選手であればね、かなり逆境でもね、ゲームチェンジできる選手だと思うんで、袋で、挽回みたいなところもね、考えているんじゃないかなっていうふうに思ってますよね。で、浜野選手がですね、今季はね、復活してきて、ロックの見込みも立っている、ロックの経験者、58分台の経験者なんで、まあ、袋も楽しみと思いますんで、これはね、ジャイアントキリング作戦みたいな感じでね、ジャイアントキリングをキーワードにしてますけれども、本当にね、あるんじゃないかなっていうのはね、面白いですよね。はい。で、島田高校、静岡出身、横山選手も期待したいなと思いますよね。行くかなっていう予想はしてますね。はい。
では、まあ、青学ね、駒澤に関してはもうね、ずっとね、青学順大駒澤はずっと話してきたんで、ちょっとね、詳しくは、動画ですね。概要欄の方から見ていただければと思うんですが、まあ、青学に関してはやっぱり黒田朝日選手がどこに来るかというところで、まあ、一応動画ではね、ロック説みたいなね、ちょっと提唱したんですけども、ロックの控えが、まあ、黒田選手じゃなくて、若林選手だったりとか、いろいろね、まあ、原監督、ね、面白いですよね。まあ、若林選手、ごく山の神なる、ね、若の神最降臨っていうのが、言っておきながらというか、5区のところをね、示唆しときながら、この間は6区で控えっていう感じだったので、さあどうなるかってところですかね。まあ本当に読めないですし、急にここに来てね、6区で爆走とか、5区でも爆走、6区でも爆走ってなかなかないと思うんで、まあそこら辺は楽しみになってくるかな、誰が来るかなってことですし、一斉選手がね、本当どこなんですかね、状態も気になりますし、まあ明日対抗戦出てないんで、ここは本当にね、去年と同じこと言ってますね。気になるという形ですかね、というところです。で、順大に関してはちょうどね、もう昨日上げてしまったので、活躍はするんですが、まあ、内田選手とかね、やっぱ62分で持っている選手だったりとか、まあ、本当にこうね、去年経験してないメンバーの中にも、いいタイムを持っている選手いますので、まあ、あとはですね、まあ、三浦選手が来る区間と、プラスアルファ、まあ、平選手が本当キーマンかなっていう感じですね。まあ、野村選手も大事になってくるんですけども、平選手がね、もうフルマックスの調子で来れてると、順大もね、多分区間配置の幅が広がってきて、かなりね、袋も厚くできると思うんで、ぜひね、平選手ですね。まあ、長戸俊介監督、まあ、平俊介、しかも俊介ということでね、トリプル俊介という感じなんで、頑張ってほしいなというところですね。で、駒澤に関しては、まあ優勝候補ではあるんですけれども、まあ誰が出てくるかですね。まあ出てきたらみんな強いと思うんで、まあまあまあ、どこに来るかというところもそうですけど、誰が来るか。で、6区に関してはどうですかね。山下りのところは、まあ候補としては例えば篠原選手だったりとか、まあ、小野選手もそうですし、木山選手もね、いたりとかっていうところで、誰が来るかなかなか読みづらいところではあるんですよね。で、なんか、コメント欄とかではワンチャン安原太陽選手じゃないかみたいなっていうところも出てたり、いろいろね、候補があったりするんで、まあ今挙げたようなね、選手の中から出てくる可能性も高いのかなと個人的には思ってますね。はい。では、最後、関東学連メンバーということで、関東学連はですね、まあ、大方、国家配置とかも決まっていっているような感じはするんですけれども、まあ、個人的にはというか、芝浦工大の橋本選手ですかね、まあ、5区に行きたいみたいな形で、まあ、非常にね、5区のところをね、楽しみというか、目指しているという選手で、まあ、箱根駅伝予選会はですね、63と37ということでね、まあ、チーム内でも上位に入ってくるタイプかなというところで、まあ、芝浦工業とついているので、まあ、理系のね、まあ、工業大学ですけれども、まあ、決してね、まあ、強豪校というか、ではなくて、今期からプロジェクトがというか、強化プロジェクト始まっていっているというところなんで、まあ今年の走りはね、かなり来年以降に繋がってくるのかなというところですし、まあ工藤選手もね、麗澤大学の工藤選手も2年生ということで、まあ麗澤にですね、うまく今回の経験を持ち帰れるといいのかなというのは思ってますね。で、あとはですね、まあちょっと今回出れるかどうかはあれですけど、やっぱね、ドクターのね、2年生の博士課程後期ですね。古川選手ですね。もう、まあ、ちょっとね、この間の選考会の時には、病気でね、欠場という形だったので、苦しいかもしれませんけど、もしね、順番が回ってきたら見たいな、というところですかね。本当にハーフマラソンとか1万メートルでもね、もう安定した結果出している選手ですので、まあ、研究テーマもね、追尾走というところで非常に興味深い研究されている、後ろについていくと、どうしてこうね、楽に感じるのかとか、後ろについていくことのメリット、走るときにね、こう後ろにつくっていうところの研究している方なので、楽しみになってくるというところでお伝えをしていきました。まあ、ちょっと全員ね、詳しく話せなかったんですけども、箱根駅伝楽しみにしていき